ということで久しぶりのローソンのコーヒー飲みたいと思います。いただきます。あーホッとするねあー美味しい。やっぱね濃い感じがするねローソンのコーヒーは。でローソンには来てるんですけど、セブンのミルク揚げパン食べたいと思います。これね、揚げパンと聞いてこれねついつい欲しくなったので食べてみたいと思います。じゃあいただきます。あーこの砂糖の香りがねしてきますね。こんな感じですね。裏はこんな感じ。どうでしょう。うん、お甘い、甘いけど、うん、そんなに嫌な甘さじゃないですね。うん、おいしい。甘みはね、好みの甘みです。うん、美味しいです。ああ、ブラックとね、よく合います。うん、いや、ローソンのコーヒーも美味しい。な、揚げパンなんですけど、揚げパンの感じはちょっとね、どうでしょう。もっと揚げパンの感じが出てるといいなと思ったんですけど。ああ。あのね、ローソンね、これホットコーヒー S の100円なんですけど、あの、店員さんがね、入れてくれたんですね。なんかそのせいか、一番美味しいコーヒーだと、そんな風に感じます。美味しいです本当に。ちょっと雨が降ってきちゃったな。とりあえずごちそうさましますね。これ最後まで食べますんでね。ごちそうさまでした。美味しかったです本当に。ブラックコーヒーと合う。